アコルーニャ、ア,アコルニまたは、ラコルーニャ、は、スペイン北西部の大西洋に面した、港湾都市。ガリシア州は、コルーニャ県の県都である。ガリシア統計局によれば、2013年の人口は24万5923人、2012年、24万6146人、2011年、24万6028人、2010年、 246,047人、2007年、244,388人、で、B5 に次ぐガリシア州、第二の都市。自治体の正式名称は、ガリシア語の A コルニアだが、定関詞なしのコルニアや、スペイン語の名称、LA コルニアも使われる。住民の故障は、カーンズ、カーネッサ、コルニエス、コルニエサ、近隣の自治体アベゴンド、アルテーショ、 ベルゴンド、カンブレ、カラル、クジェレード、オレーロス、サダト、コマルカ、コマルカダコルーニャ、県と市の中間単位を構成。アコルーニャは、大西洋における重要な港で、この地域の農産物の集産地となっている。造船業や、金属加工業など、重工業の多くは、近隣のフェロルにあるが、アコルーニャには、石油生成所が建てられている。 近隣の自治体アある定所には日本にも出展し近年成長著しいアパレル産業のザラ、ガリシア語及びスペイン語読みでは皿を展開するインディテックスの本拠地があるガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 15.84%2011 年この地にはサキローマ時代から人間が住んでいた紀元前62年にカエサルが訪れた時は ケルト系のアルタブロス族が、ア・コルーニャとフェロルの湾に居住していた。ローマ人はこの地を、ブリガンティウムを名付け、港を建設した。重要な港であったため、東大エルクレスの塔が建てられた。ローマ時代のものとしては現存する唯一の東大で、現在も利用されている。コルーニャの名は、ローマ人のオッピドゥムだった、カロニウム、語源は、不明を由来としている。 12世紀のフェルナンド2世の時代には、クルニアの名が最初に文献に現れる。中世には一時的にイスラム教徒に占拠された。アルフォンソ9世がこの地に住人を移し、1188年に特権を与えたために、旧市街の人口が増え始めた。アルフォンソ10世が塩の荷上げと販売を無税としたために町は発展した。フアン2世は1446年に町に、 都市の称号を与えた。カルロス一世は、高信領の通商員を設立し、この施設の防衛のために、サンアントン城を建設した。16世紀、アコルーニャは、イギリスのエリザベス一世とスペインのフェリペ二世との対立に巻き込まれた。1588年、リスボンを出発した無敵艦隊は、アコルーニャ港に寄港してから、イギリス海峡に撃死、大敗した。 翌年、エリザベス一世は、フランシス・ドレークの部隊をアコルーニャに派遣した。町は、マリアピタを戦闘に侵略に対抗し、イギリス軍は修道院を焼いた後に撤退した。17世紀から18世紀にかけては、スペイン王国の継続的な戦争のために増税と徴兵が行われ、アコルーニャは不景気に見舞われた。スペイン継承戦争後には、景気は回復し、 カタルーニャ企業家による製造業や輸出が盛んになった。ナポレオンのフランスによる支配に対するスペイン独立、戦争では1808年5月にフランス軍に占領された。アコルーニャはガリシアで唯一占領に抵抗した都市となった。1809年1月16日に英仏フッツ軍の間に起きたコルーニャの戦いの結果イギリス軍は撤退したが、 フランス軍も5月にガリシアを放棄した。戦後の1815年、フアンディアス・ポルリエル元帥が1812年、憲法、カディス憲法の復活を目指して反乱を起こしたが失敗した。20世紀には人口と経済が拡大し、現在の市の面積の70%を占めるオサ地区を編入。様々な産業が生まれ、港が強化され、 近代的なビルが建設された。欠片の気候区分では、地中海性気候に区分され、秋から冬にかけて、雨が多くなる。一年を通じて温和な気候であり、夏の気温も低く過ごしやすい。金融ではスペインで2番目に古いバンコ、パストール、バンコパスターと現在スペイン有数の規模になった、会社ガリシア、会社ガリツア、正式名コホデアホロスデガリシャの本店がある。 自治体市長は、ガリシア国民党、ププデグのカルロス・ネグレイラ総統、カーロス・ニーグリラ総統、自治体表議員は、ガリシア国民党、14、ガリシア社会主義者党、ステグソ、8、ガリシア民族主義ブロック、BNG、4、ガリシア統一左翼、EUV、1となっている、2011年5月22日の自治体選挙結果、得票順。 サンティアゴでコンポステーラからは、鉄道やバスで45分から1時間。マドリードからの長距離列車は昼に1便、約8時間半。寝台列車は1便がある。市外から7キロメートルにアコルーニャ空港があり、マドリードやバルセロナからの便がある。市内には1989年創設のアコルーニャ大学があり、フェロルにもキャンパスがある。B5 に次ぐ。 出版の中心で、特にガリシアでもも読まれている、日刊誌、ラボスでガリシアはここに、本拠地を置く。サッカークラブのデポルティーボデラコルーニアのホームタウンであり、同じガリシア州の B5 にある、セルタデビ b ゴとのガリシアダービーマッチは有名。市内は5つの教区に分けられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。